結果としてですね、ここでポイントになるのは、1位の商品と2位の商品と3位の商品があったら、今までは小畜梅の法則で2位の商品も売れてたんですけど、これからは1の商品が売れるってことなんです。もう一回いきますよ、じゃあ1万円7500円5000円で1万円はもう間違いないで、7500円はまあまあ 90% 間違いない、5000円の商品は 50% 間違いないってなれば、もう間違いなくこっちの 100% 間違いない1万円の方が売れるんですよ。まあ、そういうふうにより美味しいものを外れなく買いたいというのがもうめちゃめちゃ出てきます。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美司会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきましょう。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。2023年最新マーケット事情ということで、いよいよねもう年末に入りますね。で年末に入って、まあ、じゃあいよいよ来年ねどういった年になるんだろうとかね、いろいろもうちょっと気ぜしくなってきましたよね。でなんとなくじゃ あ来年はねいい年にしようとか、まあ来年もねまたいい年にしようとか、いろいろちょっと次の年のことを考えるような時期時代になってきました。そういった中で、まあ、私もね、まあ、常に先のことをこう半歩先のことを予測しながら、まあ、いろんな、ね、方々に、こういった動画を見てくださっている方とか、まあ、農美司会のメンバーとか、まあ、自分の、ね、セミナー講演とかでも、まあ、いろいろ皆さんに、まあ、情報ね、私はこういうふうに見てますよ、これからの時代こんなふうに見てますよというような話を、まあ、極力皆さん方にちょっと先取りしてもらおうということでお話しさせていただいているんですけども、まあ、今回もですね、この2023年トレンド、マーケティングのトレンド事情ということで、ちょっとお話をします。でこれも、実はあの11月、まあ、ついこの前ですけども、福岡とか大阪とか、まあ、もちろん東京もそうですけど、まあ、いろんな商談会とか私あの積極的にあの行くようにしています。あもちろん参加あの出展する側で出たり、その参加者でいたりで、結論言うとそういう時にですね、何するかっていうと、自分の商品を売り込むっていうのももちろん大事なんですけれども、あのやっぱりバイヤーとかバイヤーさんとか、あのマーチャンダイザーとか、そういうあの商品を取り扱ってくれる人、そういった人方の話を聞くっていうのがもうめちゃめちゃ勉強になるんですよね。要は買ってくれる人だから、で買ってくれる人がいやもう山下さんこんなんだがいいよあんだよっていうふうに、そういう世間話とか話の中から、あなるほどと、今こういうふうに世の中で農産物を買ってくれる人、いわゆる仕入れてくれる人、そういう人たちは、こういう考え方で今、仕入れをやってるんだとか、あこういうものを求めてるんだっていうのがですね、なんとなく、あなんとなくというかもう確実に、だって話で教えてくれるわけだから、だからそういうのをですね、まあ、キャッチして、でそれをちょっと皆さん方に分かりやすく、まあ、お伝えしようと、まあ、いうふうなことをね、まあ、今までやってきましたし、まあ、これからもやっていこうと思っています。そこで、まあ、本当、直近の、ね、情報として、まあ、ここ1ヶ月2ヶ月いろんな、ねバイヤーや、まあそのまあ、仕入れ業者担当者、もしくはそういう流通業者の方々から、まあ、聞いた話をですね、今回はギュッとまとめて5つ、うん、あのポイントちょっとねヒントになるようなお話をちょっとしようかなと思ってます。ということで最後までね、まあ、お付き合いいただければと思ってます。ということで先ちょっとねあのお知らせなんですけども、第28回農美司セミナーというのもですね、12月の9日19時からやります。これまたオンラインです。でこれは農美司会のメンバーもしくは受講チケットをね購入していただいた方、これオンラインで、あの購入できますので、ぜひそちらの方からお求めいただきたいんですけども、この時ですね、あのもう集大成です。この2023年これからこうなるよというような集大成をですね、なかなかこの YouTube では話ができないようなちょっとディープな話まで含めてですね、まあ、そういった話をやろうと思ってます。ですからぜひね、まあ、もうすでに農美司 VIP 会に登録されている方はもうあのそのままセミナーに参加いただけるんですけど、いやまだ登録してないよって方だったり、もしくはまだね、参加したことがないよって方、もう最後ぜひねこれあのご参加ください。でもう本当にあの中身の濃い、なるほどと、こことこことここを押さえとけばこれから、いわゆる2023年、いわゆる令和5年というのはいけるんだっていうポイントをですね、もう皆さん方にもバッチリあのお伝えしますので、まあ、ぜひね皆さん方これねお申し込みいただきたいと思います。さあということで、じゃあその中でもちょっとマーケットに関する話ちょっとだけね皆さん方にあのお伝えすると5つあります。5つ、まず1つ目は社会的に、世の中の社会はどういったものを求めてるのかっていうキーワードがあるんですね。世の中だから いわゆる今もしくはこれからの社会はどんなものを求めてるかというと、
はい、こちら、まあ、こちらというかすいません、耳だけでも結構ですよ、はい、適量適度適正価格っていうのが2023年のトレンド。なんだよ山下それ普通じゃんって思われるかもしれないんですけど、いや実はですね、この適量適度適正価格っていうのはこれ結構深い話なんです。でこれは実はイトーヨーカドー系のねマーチャンダイザーからこうお話をお伺いした、いわゆるもうイトーヨーカドーって言ったらイオンとイトーヨーカドーって言ったらもうツートップですよね。この大きなスーパーマーケットのマーチャンダイザーっていうのはもう商品構成をするような方なんですよ。だからすごい人から、聞いたキーワード、適量適度適正価格、これが今のトレンドなんだっていうことなんです。つまり適量っていうのが一体何なのかっていうのがポイントになるんです。例えばこの前みかんをね、の仲間と一緒にこう営業に行ったんですけど、じゃあみかんは一体、お買い求めになるお客様に対してどのくらいが一番適量なんだろうか、っていうとこなんです。でまあいわゆる例えば人参も一袋に3本入ってる方がいいのか2本がいいのか、L サイズがいいのか 2L サイズがいいのか、ね、じゃがいもも玉ねぎも一袋にどのくらい入っておけばいいのか、ね、ナスキュウリは何本入りがいいのか、ミニトマトは、ね、何グラムがいいのか、この適量、ここは結構ポイントになります。だからこれね、品種品目業態によって結構違ってくるんで、 この適量、で間違いなくこの適量っていうのは増えてはないですよね。例えばみかんを、一袋12キロのやつが欲しいなんてそんな人いないですよね。やっぱり適量っていうのがですね、実はちょっと少し減ってきてるってことですよね。今まで例えば僕ほうれん草やってた時に当時は 200g っていうのが結構トレンドだったけど、その後やっぱり 180g になって今 160g だったりするじゃないですか。でポテトチップスももともと 120g 一袋入ってたんですよ。あれって例えば 100g になって今も 80g になって今も 67g しか入ってない。適量っていうのがですね、実はちょっと少なくなってきているっていうふうに僕は思ってます。だから皆さん方の、営業とか提案するときにちょっと少なめで、この適度、適度というのは、適度のサイズだったり適度な色だったり適度なデザインだったり適度な納品タイミングだったりっていうふうに、このちょうどいいっていう、このちょうどいいを探なきゃいけないんですよね。ちょうどいいっていうの、そして適正価格、で今世の中物価がこうやって上がっていくけど、いつも言う通り食品っていうのは一番最後にしか上がらないんですよね。でも仕方ないです。やっぱ食っていうものは人間が生きていく上でもう不可欠なやつなんで、なかなかこの食品っていうのが上がるっていうのはいろいろもう問題が多すぎるんです。で仮に食品の価格が上がってしまったら結局は買い控えといって、売れなくなっちゃうんですよね。だから毎回ねこの、私のチャンネルでは農産物の価格は上がらないよって話ね、あんまり楽しくない話だけど、いつもお伝えしてるんですけど、これはもう仕方ない。だって食っていうのは安い方が、安いというか高くあってもらったら困る人たちがいっぱいいるからですね。だから僕はこの適正価格っていうものがどのあたりなのか、つまりこの適量で適度で適正価格がどのあたりなんだっていうことをうまい具合に掴んだ人はブンと伸びるし、ここがちょっと曖昧だったり外しちゃったりするとなかなか伸び悩むと。ノービジ会員のメンバーとか、ノーテラス会員のメンバーとかはですね、常にこの適量とか適度とか適正価格っていうものをみんなで勉強会もやってますんで、そういったところもね、ぜひね皆さん方参考していただければと思います。そして2番目、はい、より美味しいものを外れなく買いたい。これは実は消費者心理なんです。つまり2023年これからのトレンドの中で消費者はもう、これもなんかよく聞いた話ですよね。よりいいもの、より美味しいものを外れなく買いたい、これがですね、もっと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 今消費者購買心理の中で落とし込まれてるんですよ。例えば、またみかんの話になるんだけど、みかんをこうたまたまこう一袋の中に全部同じ味ってことなかなかないじゃないですか。でできる気が違う、場所が違う、だけど外れが欲しくないんですよ。どうせお金を払うんだったら間違いないもの、外れのないもの、これが今より美味しいものを外れなく買いたい。だからより美味しいものってはちょっと難しいかもしれないけど、外れなく買いたい、ここなんですよね。だからどうせ我々もなんか、例えば A の商品は、絶対外れません、だけど1万円です。で B の商品は5000円なんだけどたまに外れたりします。さあどっちがいいですかって、それはもう1万円かけてでも外れのないやつを買うんですよ。だから外れがないっていう裏付けがありさえするとこっちの
まあ、ちょっと1万円と5000円はちょっと極端かもしれないけど、こっちは5000円だけど外れかもしれないっていうのはやっぱなかなか買わない。ただ結果としてですね、ここでポイントになるのは、1位の商品と2位の商品と3位の商品があったら、今までは小築倍の法則で2位の商品も売れてたんですけど、これからは1の商品が売れるってことなんです。もう一回いきますよ、じゃあ1万円7500円5000円で1万円はもう間違いないで、7500円はまあまあ90% 間違いない、5000円の商品は 50% 間違いないってなれば、まあ、間違いなくこっちの 100% 間違いない1万円の方が売れるんですよ、まあ、そういうふうにより美味しいものを外れなく買いたいっていうのがもうめちゃめちゃ出てきます。だから裏付けっていう、まあ、エビデンスとか根拠とか言いますけど、なぜこれがもう間違いないのかっていうものをアピールしていくと、その商品は値段が高くても、まあ、売れると。だけど一応適正価格ですよ。で、適度なサイズで適度な量ですよ。適度なタイミングですよ。これはもう忘れてはいけません。より美味しいものを外れない。これが消費者心理。つまり社会の流れと消費者心理がだいたいこう分かると、あ、自分は今何を考えてどんな風な商品作りをすればいいのか分かります。そして3つ目がこれ百貨店とかいわゆる高級店ですね。高級店は何を言ってるかというと、生産者を前面に出してくださいと、もういきなりまた違うアングルだよね、生産者つまり、じゃあこのさくらんぼが美味しいですよ、このぶどうが美味しいですよ、このみかんが美味しいですよ、このかぼちゃが美味しいですよっていうものを出すんじゃなくて、山下農園の山下でございますみたいな、この、山下農園のこの山下っていうこの山下をこうもっと前に出すんです。あ、実はもともと私はねこういう経緯で農業を始めまして、私はこういう思いでこの農産物農業に取り組んでいますっていうふうに、このキャラクター世界観、私はね、子供たちの、ね、が美味しい顔を見たいためにね、美味しい果物を作ってます、美味しい野菜を作ってますみたいな、この人の思い、考え、世界観、ビジョン、その人の夢、その人の、なんていうかな、なんていうの、大事にしているもの、そういうものが、前面に出てないと、お客様はただ物を買ってるんじゃないよって、物じゃなくて気持ち、ハートとか考え、思い、ストーリー、そういう目に見えないところに価値を見出してるんだよって、なんかねちょっと深いですよね、だから物ばっかり磨いてて誰が作ったか分かんないっていうのって世の中にあるじゃないですか。ものすごく職人の人たちが丹精込めて磨いてるんだけど、なんかね、その他大勢の商品と混ぜ合わせになって流通している農産物って結構あるじゃないですか。でそれってなんかいくら美味しくても響かないんだって。それよりかなんか物の、まあ、多少形がへんてこりんでも味が若干落ちたとしても、その人の思いとか語りだとか世界観だとか、こだわりだとか、そういうものが伝わった瞬間に、うわなんかこの人すごいみたいな、この人の作ったものを一回買ってみたい、だから山下が作ったから欲しい、山下の手にかけたやつ、山下ん家でできたやつだから欲しい、なんてそういうふうな生産者を前面に出すっていうのがもうめちゃめちゃトレンドなんですね、はい、そして4番目はさらにそれをですね、お客様に分かりやすいキーワードにするっていうのがポイントなんです。だから例えばじゃあ農産物ですごい山下はどのくらいこだわってるかというと、バチルス菌がどうなかかのとか、なんとか農法でうんじゃら感じらとか、あんまり難しいこと言うと消費者わかんないんですよね。なんすか、いやここで、CO2 がどうのこうのとか、ここでマイナスイオンがどうのこうのとか、土壌コロイドがうんじゃらかんじゃらとか、そんな話したって、なんすかそれってなるわけで、それよりももっとお客様が分かりやすいキーワード、だから、例えばだけど昔ね一時期入ったミミズを、うちの土畑にはミミズがいっぱいいるんですよとか言うと、なんかミミズが土を作ってふかふかの土壌がイメージできたりとか、例えばお米とかだったらね、昔ならではの天日干し、ね、ここの竹のとこに吊るして天日干しをね、3日間天日干しすることによってうまみが増すんですよとか、まあ、実際どうかは別としてですよ、本当は、まあ、こんなこと言ったら叱られるけど、天日干しするよりそれは乾燥機にかけた方が乾燥のムラがなくて実はいいんだけど、
この天日干しをすることによってあの自然のね味が出るんですよとか言ったら、このお客様にとにかく分かりやすいんですよ、伝わりやすいんですよ。天日干しとかなんかね、そういうふうなあのキーワードがあったりすると、でそういうのがお客様が喜ばれますよっていうことが4番目、うん、そして5番目は、もう本当結論みたいな話なんですけど、今2023年の最新マーケットの中で、要はお客様ね、そのバイヤーかあの仕入れ担当の人もう間違いなく真新しいもの、目新しいもの、いわゆるなんかないかなって もう目を皿のようにして探してます、うん、だからあの今僕は農業業界ってモテ期だと思ってるんですね。だからうまくこっちが、アプローチプロモーションしたらヒットしたりするともうバンバン売れる時代だと思ってます、うん、とはいえ今もスーパーマーケットも百貨店もネットの販売も、うん、直売所ももうありとあらゆるところでもう物は溢れ返ってます。だから物を提供しようとすると、ああもう物はいらないって、物はあるから、じゃ物じゃなくて物じゃないところで実は勝負しなきゃいけないっていうのが、まあ、今回2023年最新のマーケット事情なんです。なんか分かりにくかったですか？なんか分かってほしいんですけど、うん、つまり社会は適量適度適正価格、そして、消費者っていうのはより美味しいものを外れなく買いたい、そして百貨店とか高級店っていうのは生産者を前面に出してほしい、そして、お客様っていうのは、うん、分かりやすいキーワードが欲しい、そして世の中のいわゆるマーケットっていうのはそもそもがめちゃめちゃ、今真新しいもので、真新しい、まあ、ものっていうか情報だね、真新しい情報を探してるってことだね。そうそうそう、こう物じゃない情報を探してるってことだ。そう、そういうことだ。僕も喋りながらなんか今まとまりました。はい、ということで今回はね2023年最新マーケット事情ということで、これからねこういったものをね、インプットして自分のところの商品をブラッシュアップしていくと、もうめちゃめちゃねいい商品ができると思います。でまあぜひね農美事会の方でみんなであの勉強会やってますんで、まあ、そういったのも参加していただいてですね、まあ、みんなでこれから2023年ねこうブーンとこう生きるように頑張っていきましょうよ。はい、ということでね今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。